そうやな。いってらっしゃい。待て待て待て。ん、その声は。ようやく追いついたぜ。あんたはラーメン女やないか。おいおい、名前ならこの間教えただろ。カツラギだよ、カツラギ。あたいはカツラギだっての。そうやったそうやった、カツラギやった。なんだか調子が狂うけど、これも何かの縁だ。さあ、今度こそあたいと勝負しようぜ。ええよ、勝負なんてめんどくさい。大体やな、わしは超秘伝忍法書なんて持ってへんし。そんなもん関係ねえ。前に言っただろ、あたいは強いやつと戦いたいんだ。しかし、ほんまに元気なやっちゃな。ん、そうや、いいこと思いついた。おいおい、何グズグズ言ってんだよ。ほな、あんたと戦ってもええよ。おお、そうこなくちゃ。ただし、戦う代わりに一つ頼みたいことがあるんや。頼み？頼みってなんだよ。わしに感情ってもんを教えてくれんかの。感情？わしは笑ったり泣いたり怒ったりしてみたいんや。どうして？わしには感情ってもんがないんや。別にそれで困ったことなんかないんやけど、わしの仲間たちがいろいろと気にかけるもんやからな。笑顔ってのを一つぐらい見せてやれたらなと思うんや。そういうことか。だったらあたいと戦うってのはちょうどいいぜ。日陰、あたいが戦いで教えてやるぜ、感情ってもんをな。それは楽しみや。ほな、始めようか。日陰、悪の定めに舞い順じる。ほら、また
やるじゃん。あっ、ダメだ。あんたと戦ってるとなんだか今日はここまでにしとこか。撤退命令が出てるんや。ヒカゲ、お前の心にちょっとは届いたみたいだな。あたいの気持ちを込めた拳が。しかし、なんだろうね、あたいってやつは。心を閉ざしているやつを見ていると、なんか構いたくなっちまうんだよな。日陰、次の戦い楽しみにしてるぜ。無評価、アンガトさん。待て、あなたは野牛って子。お前は未来だったな。超秘伝忍法書を返してもらおう。超秘伝忍法書なら私は持ってない。そうか、ならばお前に用はない。待ちなさい。みんなのことを追いかけるつもりならそうはいかない。何度も言わせるな。お前に用は。あなたに用がなくても私にはある。みんなのところに行かせるもんか。私を無視するな。私と戦え。はあ、そうか、お前は守りたい人のために戦うのか。うん、わかった。ならば相手になってやろう。守ってみせる。みんなのことは私が守るんだ。ミラ、悪の定めに舞い準じる。ミラ、舞い準じる。ヤギマイチロ、いざ紅蓮のごとくマイチレ。行きそう。せっ、させるか。
決着。やるな。くそ、あれくらいの攻撃じゃダメだっていうの。お前の攻撃はこれで全て見切った。俺にはもう何も通用しない。だったらもっと激しい攻撃で私はみんなを。もういい、戦いは終わりだ。今からでは他の連中に追いつかない。お前の足止めは成功したというわけだ。さあ行け、見逃してやる。どうして私まで見逃すの。あ、もう分かったよ。どうしてか。大切な人を守りたいという気持ちに打たれたのかもな。しかし甘いな俺も。